バトトネピー君はキャミでいいです。キャミ、オッケー。お、配信始まった。はい、皆さんこんばんは。安定のニュートンヒデマイクでございますと言いながらも、あれなんですよ、今日はマイク持ってくれる方が結構います。文鎮さんに、トネピー君に、あとはゆうずるさんもいますね。あとは長州さんもいる。僕はね、なんか大会出ないって。あれ、白さんは今日はどっちだろう、キャラ。キャミーかな、なんていうか、白さんは結構いろんなキャラ使ってて分かんない。キャミー、はい。X キャミー、はい。すげえ、今日キャミー3体もいるんだけど。はい、してます。はい、2P 側出ませんとか言いながら、 2P 側になる可能性もあるので、そしたら空中竜巻で 1P 行ってください。はーい。出ませんは出るようにしましょう。頑張りますとか言いながらね、言って自分が言ってますけど、僕この前の火曜日の東大戦、ジェネさんのチュンリーに残り2ドットくらいの体力で弱気光景当てて戦列当てるつもりが、なぜか立ち中継になってしまって戦列出てなかったっていうこともあったので、あんまり人のこと言えませんが、今日は参加人数が多いですよ。なんと20人。お、ありがとうございます。これを見ないと土曜日の夜が始まらない、そう言ってもらえると嬉しいです。そして激安なのかどうか分かりませんが、一応トラ柄、まあ、パチンコでいうトラ柄みたいな感じのヒデマイクでございます。まあトラ柄ですからね、まあ、外れる場合もありますよと。今日はね、20人なんですよ。ただ、20人参加なんですが、ちょっと、数名ちょっと到着が遅れ気味で、一応10時頃開始予定を考えております。なので、それまではちょっと今、配信されている 1P 側バイパー対 2P 側長州さんの試合をご覧ください。で、今日のルール、皆さんちょっと聞いててくださいね。今日のルールは、火曜日の東西戦とほぼほぼ同じルールなんですが、片方の対象、まあ、ですね、ジョーカールールを設けようかと思います。まあ、片方の対象が敗れて、そのチームが10人全滅してしまったと、まあ、10人か11人か分かりませんけれども、そしたら、そこから、もう一人だけ、まあ、対象が連続で出てもいいですが、一人だけ復活することができます。まあ、新対象という扱いです。うーわ、マジか。まあ、新対象というルールですね。なので、まあ、最初に10人決めて戦いますが、まあ、12名敗れても、最後のもう一人復活で、どこまでできるかっていう。ちなみに新対象ルールは、ワンピース B 両方とも適用になりますので、先にやっぱり大将を倒した方が有利になることは間違いないです。つまり11人目に出せるカードはかぶせることができるっていうところですね。というわけで本日はそんなルールでやっていきたいと思います。さて、現時刻9時35分、開始はまあ一応10時あたりを予定しておりますが、
バイパーさんやばいですね。 N コパ N コパ、あー上からしゃがみコパンから俺たちのバイパーいいですね。今日もバイパーさんキレッキレですね。安心と信頼ですね。あーやばい。さあシャガチュウシャガチュウ振ってるが、シャガチュウで止まんないのがホークス使いですからね。さあ N コパから振っていく。今度はな、マジか。大勝利はおもらしユリのミックス。相変わらずの回転具合ですね。さて今24人の方が視聴してるのかな。あのハデさん、あのこの人間マークは24人視聴中ではない。あ、合計人数。あ、じゃあ途中でログアウトした人もいるよっていう。あ、はいはいはい。あ、そっか、生配信だからか。あ、今ニコニコ生放送銀座になったんだ。太古の昔。マジ、あ、マジ。あのね、あのね、俺ね、あんまねそういうの見てないから、あの次のバージョン発表されたんじゃない。あ、マジ。あのね、あんまそういうロゴ見てない、銀座とか。どっちでも任せます、喋りたければ。今までやってたから喋る。なんでそこだけシャイなの、ロボト君。いや違う、シャイなんじゃなくて、実装知識がないから喋れないんです。いや今雑談だよ。雑談ですか。そう、雑談。というわけでロボト君です。あのデートなしきおなじみマイクのロボト君です。店員さんでいいのかな。なった、なった、だった、過去形。過去形ですよ、とっくに。マジ。もう1年ぐらい待って、あのこれダブルで過去形やらかせる俺って。 X 勢の方々はあの最初にデートナーでやったかける5の時のスタッフが僕です。うんうんうん。あの時はまだ X やってません。うん、あ、そうなんだ、はい、ゲームだけじゃなく配信でも店員派手に分からされていく日で、うん、間違いないですね。この前あの派手フェイロに負けましたからね。完全にね、あの温まりましたわ。温まったわとかって。いやあれね、温まる本当に。あのね、正直ね、3、4分くらいはね、超悶々としてましたね。で、その後にすぐ切り替えて、のじあいずっとやってるっていう。温まるんすね。いや、温まりますよ。ヒデさんって温まるんすね。いやいやいや、あのね、あの口には出すけど温まんない人なのかと思ってました。いや、あのね、超ね、悔しい負け方するとね、さすがにね、ずっとそれだけ。その日はただじゃ眠れない。いや、あのね、寝るときはね、大丈夫、ちゃんとね、リセットして寝るから。リセットしてる。そうそうそう。で、あのちゃんと何がいけなかったのかをすぐに反省しないと冷やせないから、はい、ね、汗すぎるとね、こうカッカしてると血圧も上がるし、ね、脳血管障害のね、リスクも出てくるので、まあその辺もちゃんと込みでね。なるほど。そうそうそう、体調管理、体調管理とか言ってる人間がタバコ吸ってるからね、マジかすっていう。まだ払ってない。あ、長州ちゃんがまだ金払ってない、してます。あー、なんかその置き方ダメですよ、長州ちゃん。お金はないがしろに扱ってはいけません。さあ、まあ開始20分前くらいなのでリーダー決めて、とりあえず取り合いしちゃいましょう。今日誰がいっかな、誰にしようかね。強さも分かってて同じくらいの実力で取り合いしてった方が。ハク君、自称東西線オタクですよ。ハク君は自称東西線オタク。なるほど。で、自分で言ってました。マジか。あれ、朗読も結構東西線見てるよね。いやいや、東西線は全然分かんないです。マジで。この間1ヶ月ぐらい前から初めて見ました。あ、このメンツの強さは大体分かる。あ、まあ分かり、まあ大山の方だったら分かります。なあ、そんな感じだよね。そうだよね、式と結構被ってる。そうだよね。でも僕とハックンでやるのはちょっとそうね、どうしようかね。ちょっと分かってる人の方がいいですね。
まだ来てない人もいるからね。あ、トコさん、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、お疲れ様でした。今日どうしようかな。誰にしよう。お茶丸さんとかにします。どうしようかね。なんかね、今日結構ね、熱いメンツなんだよな。でも闘魂さんはちょっとブランクありそうだし、俺と闘魂さんデートも思ったけど、ちょっと闘魂さん多分ね今ね超やり込んでると思うんで、の試合だからちょっとどうしようかな。難しいね。でもまあ10時開始までまだ20分あるからよかった。どうしようかな。リーダーは片方はヒデでいいよ。あ、そうなんですか。そうですか。今日の合計はいくら。今日の合計はね、2万円にしときます。ハデさん、ゴーティーはいくら。2万円にしときます。2万円。何そのさ、その暫定的な感じの、その決まってない2万円ハテナみたいな。5万円。なんかすっげー上がったな。いや、いいですね。チュンリーは4万円。ねえわ、キャバクラか。キャバクラかよ。高そう。チュンリー4万とかね、中国戦隊ですからね。洗いに来ますからね。洗いに出た時点で失格だ。チュンリー出た時点で失格。失格らしいですよ。まあ、あ、まあドーピング、僕です、ね、ね、ドーピングしてるキャラね、このね、一つにね、いっぱいいるんですよ。この見て、このムキムキの、しかもあのこれ見て、このバイソンっていうキャラ、あのグローブつけてるからね。でバルログに至っては爪つけてるからね。だからそれ考えるとね、意外とね、あのいけないキャラいっぱいいます。銃刀で、しかもほらフェイロンなんてね、足からホロー出ますからね。チャバ行くわ。4万高いからチャバ行くって、さすがに。でもチュンリーですよ。でも洗ってきますよ体。中国戦隊。中国式。ヒデさんだったら払います。中国戦隊。いや俺絶対払わない。あ、うまいな今の。さあどうしようかな。どうしようどうしよう。ガードすんなよっていう声がやばい。どうしようかな、どうしようかな。あ、これがいいかも。中さんとトレビー君で取り合い。キャミー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 、もういいかなってちょっと思ったり。トレビー君はね、多分あの結構ね、あの東大戦マイク持ってるから分かるけど、中さんがちょっと心配かな。中さん、ちょっと来てもらっていいですか。仮にリーダーだとして、なんとなく、あ、マイクは大丈夫ですよ。あの強さ、大体どれくらいか。じゃあ、2人リーダーの場所か。じゃあ、すいません、今日は、トレピー君と中さんで、リーダーやってもらいます。よろしくお願いします。というわけで、トネピー君、試合の蹴りがいいところで来てください。あー、やる。今クレイジーに対してバックジャンプコパンで落としましたからね。これ誰、これはバイパーさんとシャルバイソンですね。シャルさん、え、はい、誰。山本さんじゃない、山本さん。キャラどっちだろう、キャラどっちだろう。チュンリーかな。あ、トモ、あれさっきパパ払ってたよね。トモだ、金払ってきた。払っていった気がす、あれ渡してましたよね、ハデさんに。あれ、じゃあ払ってない。待って待って、これ数えれば分かるんじゃない。ヒデ払った、払った、さっき払ったでしょ。俺覚えてないな。こら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 。
そう、そういう、そういうの良くない。私の記憶にはございません。こらこらこら。あ、100円が結構ある。3、7、9、ここで掴んでいく。2、3、4、5、6、7、8、あ、違う、4、7、11。あ、人数分ある。21枚ある。2100円ある。大丈夫、全員。トネピー君がバルログ使って気持ちよくなってる。あー、はい、こんばんは。さあ皆さん、2週間後にはフォックスという大会がここ大山ニュートンで。あー、もうちょい引き付けたかった。あって、画面違ったね。頑張ります。今回のね、僕のチームはかなりめん、僕のチームは多分結構いい感じなんじゃないかと。その代わりね、他のチームもかなりやばいんで、今回結構極まってますよ。いや、結構ね、メンズ見てるとね、やべえチーム結構やばいですよね。結構ね、やばいチームがね、多すぎなんですよ今回。そう、やばいチーム多すぎなんですよ。とりあえず、お疲れです。あれ、中さんどっか行っちゃった。あ、いた。トネピー君、そろそろ来てもらえたら助かります。さあ、あと10分ぐらい。そう、まあとりあえずね、チーム割り振って、あ、山本さんはチュンリで OK ですか。あ、キャラ固定です。はい、まあ東西線形式なんで、参考までにチュンリで OK です。チュンリで、はい。えどっちが、どっちがどっちがメイン。ハデさんもエントリーで OK。 そうすると、ハデさんはキャラは、あ、でも今なんかこの人、あれ、わかんない、なんか、え、電車乗った後なんか帰っちゃったらしくて。帰った、帰ってないらしいんですよ。え、どういうこと。どうやらなんか自力でここに向かうらしい。え、電車、え、どういうこと。なんかちょっと待ってください。誰が帰ったの。ちょっと、少しいや、この方がまあちょっとここの大会に出たいっていうらしいんですけど、っていうことですね。お、ビール飲みながらいいですね。いや、わかんないです。ちょっとロード君がその辺の情報を握ってるんで。あ、じゃあトネピー君、中さん、今日は2人でリーダーをお願いしてよろしいでしょうか。っていうわけで、まずはどうしようかな。じゃあ先に取り合いじゃんけんかな。取り合いじゃんけんでダメ、バス。あ、じゃあ100円バック、出ない。はい。花さん、あ、分かんなくなるから赤で消そう。じゃあ今日は20人ですね。10対10。今日のルールもう一回説明しておきます、リーダー2人に。普通の東大戦なんですが、新対象ルールが設けられます。10人先に、まあ、お互い新対象を出せるんですが、10人先に敗れた方が、10人の中でもう一人だけ復活させることができるですが、先に新対象を出された方が不利になるのは、まあ、間違いないですね。なぜかというと、後からその新対象で被せられるキャラが後方側にはいるっていうルールになるので、まあ、先に10人しばいた方が、まあ、有利になるっていうルールですね。1回復活点が誰かしらにあるチーム内にっていうルールです。というわけで、まずは取り合いじゃんけんからやっていきましょう。さあ、トネピー君が勝った。じゃあ、ゆーずる先生かな。お、まずはトネピー君はゆーずる先生を XS と優勝者ゆーずるさんを選択。なんて書こうかな。あ、 P でいいか。 P、 はい、
俺マジでいいの、俺でいいの。じゃあ中さんは、N にしましょう。待って、 N で、で待って、で T、 はい次。俺でいいの、しょっぱな出たー、そうなるよねー、絶対そうだと思った。ここね待って、俺も同じチームにいるからね。いやそれは、ああまあ任せます。ダメだダメだね、ダメだね、そう中立の立場でいないとね、マイク勢は。そうだったね、中さんに任せましょう全部。おお、なるほど、ここで友田さんを選択。さあ次はトリフィー君、文鎮さんを選択。さあまだまだ今日はメンツがいっぱい、あここにも メンツいますので、まあこことここですね、一人消えてますがこれだけいっぱいいますので、今日はまあよりすぐり、今のところトネピー君のチームがユーズル、トネピー、シャル、文鎮まで選んでますね。あユーズルさんお疲れ様です。今日は東大戦ルール。おーなるほど、闘魂さん、中島さん、なるほど、そうゆずるさんを待ってたんです、ずっと10時過ぎくらいになるって聞いてて次中さん、まあじっくり選んでもらって大丈夫ですよ、いっぱいねいますのでね。なるほど、はいですよね、だと思ったわ。今対戦台の方は 1P がバイパーさん、 2P がシャル君かな、シャルさんでやってますね。今チーム決め中なのでちょっとお待ちください。あれどうした、ツイッティングってまだ来てない、あ来てないね、今日ガチューありました。あそうなの、あどうぞ、なるほど、おお、破天荒さん、はい、残るはほぼ山本、お茶丸、うねロード、ハクヌルポが小江戸となってますね。これあれかな、これこ、はい、コメントのこのところに P ってついてるのはプレミアム会員かな、かなきっとトレピー君の P がいっぱ いプレミアムっぽいよね、ね、P は。いやでも違うな、いや分かんないな、そうかな、ん、小江戸さん、小江戸さん、はい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 、うねさん、うねくん、あーいいね、はい、ね、敵チームだけどなぜかあーいいねとか言ってしまうっていう、ロードさん、なるほど、チャボはね取ってやる。残るはほぼ山本、お茶丸、ハク、ヌルポが、なるほどね、それは大事、はいはい、一周されてる、じゃあヌルポがさ、なるほど、どっち、ハクさん、なるほど、キャラで取りましたね、はい決まりました、チーム、チーム決まったので、今日は順番も決めてもらいます。あ、1P2P じゃんけんやってなかった、いや、ヌルポガさんどっちなんだっけ、
あ、じゃあ2分P が出ないんでしたっけ。じゃあ 1P どっちがいいか。そんな P がいいの。 1P がいいんだけど、でもあの僕は彼にあの 2P でも出せるように練習してくださいって言ったので、どっちでもいいと思います。最初でキャラ、キャラ、コマンドキャラ 2P がいいよね。 2P、ここも 2P よりの方がいい。はい、じゃあ決まりました。 1P 側から発表していきます。チームトネピー、ほぼ山本、破天荒、文鎮、シャル、トネピー、ユーズル、ウネ、ハク、中島、長州がチームトネピー 1P です。チーム中 2P、 お茶丸、中、ヒデ、トモザ、ロード、ヌルポガ、バイパー、トーコン、チャボーズ、コイド。まあいいバランスなのかな、わかりませんが、ね、というわけで今日は順番も決めてもらいます。で、10時過ぎあたり開幕予定。プレミアムじゃない書き込みには P が出ないんで、多分これはプレミアムじゃないですか。プレミアムじゃない書き込み、あ、ほんとだ、じゃないですか。 P の字が、そうですね。しかも P、 あのちょっと黄金チックな感じですかね。黄色、黄金、どっちわかんない。あれ、じゃあ紙、紙、あ、ハデさーん、ハデさん待ちです。ハデさんに紙を用意してもらって、順番を決めてやっていきましょう。まあリーダーの人たちには言ってありますが、今日は東大戦ですが、身体小ルールを用いた東大戦です。先に10対10のチーム戦、10人やられた方が身体賞を出すことができ、できます。まあどっちも身体賞を出せるんですが、まあその10人が敗れて、まあ負けたってなるよりかは、一人チーム内で復活できる権利を持てます。あ、それで一緒、確かに。じゃあそれでお互い書いてっちゃいましょう。適当にボールペンとか鉛筆、鉛筆、あ、鉛筆だとね、不正が起こるから、そうそうそう、やめようやめようそうね、鉛筆は不正が起こるからやめよう。あれです、10人敗れたチームの、チームが、まあ、新対象として1人だけ復活ができるっていうルールです。ただ先に10人敗れた方が先に新対象を引っ張り出されるので、先に、あ、それ俺のす、後出し、つまり先に10人破った側のチームは後出しで新対象を出せるので、もちろんかぶせも何でもありです、その新対象はっていう感じです。わかりました。はい、ゆずるさんよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、そう、ゆずるさんも喋れるもんね。今日はヒデマイクじゃなくていいや。まあただの愚痴ですけどね。え、愚痴ですけどね。ゆずるさん今日飲んできた感じですか。え、飲んできた感じ。飲んでない。飲んでないよ。あの、のんびりと家でご飯を食べてから来ます。あ、そうなんですね。どこ、え、あ、ね、なんもう大将でいいよ。とりあえず、ね、何でもいいよ。メンツをこの辺に書いて、でやった方がいいから。だから相手にダルシムとかいないんだったら、ちょっとマイク切ります。 DJ に有利つくけど、チュンリ誰、トーコンさん、トーコンさんといいです。あー、微妙だね。ほら、ゆずるさん8、トーコンさん 8? まあいいや、何でもいいよ。なんかね、いや、なんかこれね、もう一回出れるんだって。大将がでしょ。大将がじゃない、誰かが、誰かがでしょ。だから誰かになるかもしれない。被せるでしょ。あ、俺が被せるはあるってことね。そうだね、それでいいんじゃないの。単純にあのユーズル戦だけでいくと、あの僕は草さんよりヒデさんの方が、ね、あの勝率悪いので、微妙って今言ったんですけど、そう、まあ遠目から丁寧にやれって話なんですけど、まあ、チュンリーにかぶせるキャラいないからね。フェイロン、フェイロンもだから微妙、まあ、ホークの方がいいね。ホークいないでしょ。でもバイパーさん取られてるの、じゃあいないんでしょ。いやー怖いんだよ。
あ、了解です。決まったらこっちの紙に書くでいきましょう。絶対言わないな、喋るのがいい。長州さん大将だろ。長州さん大将ならなら俺やるよ。マジ今めっちゃ弱いから信頼度だから俺も。え、だからそうこれ8、9、10でいいじゃない。じゃあそれで、うん。全然もうね、誰が？それ言うんだったらこれでしょ。そうね、まあそこちょっと真ん中で頑張ってもらう。なかなか分かりづれえなこれ。 P、 P なんだね。すごい弱くなったよ。 P、 P が P なんだね。自分やってて分かるもん。なんでこれアルファベットにしたの。仮にどっちも N だったから。なんかな、なと、なと通ったの方がいいんじゃないの。もうあれなんかキャミー使ってる人はみんな中さんなのか ね、 ね、な3人目単純に中さんなだけならもっといっぱいいるけど。中島さんお中島さん、キャミーキラー中島さんのガイルはね、キャミーですよ。ずっとここじゃねえか。何がここじゃないかな。何が順番。いや、わかんない。あと誰がいんの。だから分かりづらいんで、これどれが一緒か。え、 P なの。 P なの。 P が我々です。これ、このハッツさんはあとこれじゃない。これ後ろの方になるなら、あとはもう分かんないよ。あ、え、これこっちなの。あっちがか、シャル、あ、シャルさん、ヒデ向こうだ。N、 N、 あ、 P か。 P でしょ。難しい。やっぱりゆずる先生から対象。なんでやっぱりって。いや、他の順番を考えてなかったけど。いや、まあシャル、まあそこはいい、そこはいいんだよ。俺がシャルさんはいいじゃん。う、あとはど、うん、あとは埋めれたらいいよ。あんま変わんないと思ってるから向こうも。中島さん、じゃあ自分会長。いや、だからこれがね、どうだろうね、分かんないんだよね。まあここまで、あの最後の方決めたら最初からっていうのが一番早いよ。真ん中が分かんないから。え、これこっちなの。そうよ。あ、これ、あー、まあ何でもいいや。俺やっぱり10時過ぎるじゃん。待たなくても意外とニュートンは大丈夫じゃないかと思って。うん、あ、そうなの。うん、ちょっとだいぶ頑張ったんで、な70、60キロぐらいのに40分で着いたんで。早い。それは計算したらちょっとダメなやつだね。はいはい、わかんない。そのもうちょっとかかってるかな。なんか一人足りない気がするけど。いや、だからこれでしょ。いや、もう入ってる。あれ、誰だ。文鎮さんだ。なんだか、そうですね。やっぱここかな、文鎮やっぱここかな。うん、で上に P、 5に P にしたらもう。そうでしょ。単純な火力のお話です。決まったよ。はい、1P、 P、 P チームは決まりです。向こうの大将って、だってさ、友田さんか誰？デヒ？いやー、だと難しいね。まあデヒだったら俺絶対、あ、でも別にいいけど、友田さんも何とも言えないからな。まあシャルさんが余裕って言ったらシャルさんが出ればいい。うん。
はいはい、じゃああとはハゲさんに全投げで、全投げすんの、全投げ、あ、書きますよ、今日これどっちで出んの、え、今日中野で出んの、中野でもいい、それ聞いて書いちゃったけど、中野だとマジで、ね、な、何人中野いんのっていう、中野はいねえけど、中さん4人、もうキャミンで中っていう人で5人チーム作れんじゃないの、そろそろ、はい、じゃあもう全部順番決まったんで、はい、じゃあ配信代はそろそろ終わってくださいね、シャルさんの方、あ、そうですね、エッサナガの方があと1試合か2試合ぐらいで開けてもらう感じで、闘魂さんに頑張ってほしいという応援コメントが来ていますので頑張ってください。どこの物好き2人いますよ、2人、マジか、頑張って、ごめん、ごめん、プレミごめん、1人じゃない、1人だった、ごめん、1人、1人、ごめん、1人だった、あの、戦えるって書いてあるだけだから、2回コメントがあるだけだった、自分で言ってでしょ、これあれじゃないんだから、プレミアムの人だけ拾うとかでいいんじゃない、それはそれはさ俺もプレミアム入ってないけどさ、さあ全然あれだけどね、東根さん頑張ってほしい、東根さん頑張ってほしいですね、どういう理由で、東根さんを応援するぐらいなら今日はギーさんと沼さんの誕生日だから、それのお祝いしましょう、東根さんは頑張ってほしくない、頑張ってほしいよ、欲しいでしょ、うん、そう、でもなんかすごい他人事みたいじゃん、そういう気持ちはいっぱいあるでしょ、まあ敵チームだから他人事でもいいとは思うんですけどね、ガムジャパ、ガムジャパ、ガムジャパだろ、あ、そう、ユーズル、ガムジャパだろ、え、ユーズル先生、いやいやいや、ガムジャパもう、ね、もう T シャツ捨てたから違うか、 T シャツ家にあるけどあれあるの、捨てたんじゃなかったっけ、あるある、あるけど、なんかの大会の景品にしようかなと思ってずっと持ってるそのうち、そう、そうそうそういや、あれは勝手に入れられて勝手に外されたっていう、あ、まあまあまあ、いろいろな、あの、だから、あの、私の意見は全く介入してないんで、なるほどね、じゃあ、配信台終わったということで、ね、先頭がね、ハクさんとお茶丸さんですね、先方は、お茶丸さん残儀なの今、お茶丸さんが今日は残儀、ハクさんがキャミということで、まあいい、ハクさんも、ね、我々じゃない、ハクさんが 1P でお茶丸さんが 2P ということですね、はい、はい、お誕生日の方おめでとうございます、今日は会場にはいません、いませんね、来ないでしょうね、誰のやがったの、松本さん誕生日の言うに詳しいのは何なんだそうなの、あの年齢はあのバーサスでこっそり年表があるんで、あれを見ると楽しいことになってますけど、忘れないんで絶対あのお誕生日をまだあれですか、録画がね、録画の都合があるからね、ちょっとウェイウェイって感じで、マッツーに、あー、詳しい、その一個前もなんか、さあ、これも多分マッツーがなんか、ということでね、今日はテンションなんか誕生日詳しいんだよ、マッツーメモっている、オッケー、じゃあ座ってください、ゴーサイン出ました、はい、ハクさんのキャミー対お茶丸さんの残機、はい、12月16日土曜日の、大山ニュートンの土曜日イベント、本日は東西線の形をとってお送りしております、参加者は20名、yes. はい、でハクさんのキャミー知らない人なんですけど、僕ハクさんデイトナーじゃないかな、今日そうなん、デイトナーで、知らない方、あの、音ゲーゼーっていう音ゲーゼーの人、あ、ね、なんだっけ、ね、さあ掴まれる、だってハードミハードって書いてあった、さあキャノンスパイクが強くて座れる、今のミハード5って相当やばいんじゃないので、音ゲーがうまいと、結構やばい、相当やばい、音ゲーがうまいと、はい、もう俺とデイヒーには比べもならないぐらい、なるほど、どういうことでなってるんですか、はい、10年分の差があります、なるほどね、さあ露骨に開幕じゃない、起き上がりキャノン、まあこれはもう画面端行くと、ああやばいやばいやばい、ああこれはやばい、あ、いいですね、バックジャンプでいいと思いますよ、お、返してる、ちゃんと返してる、はい、お、タイパン、お、あんな根元で強いですね、判定は鬼ですからね、お、タイパン、あ、そう、そうそう、あー、やっべ、死ぬ、あー、死んでない、生きてる、いやー、見えてる、見えてるわ、さすがに反応が良い、はい、あ、誕生日の人がいる、
あ、さあ相打ちでもいい、落とすのが大事。あっと中足フーリガンからさあ中足いいですね、遠くで遠くで戦うのがいいと思います。これザンギ側ってあのショーパン何回か刻んだらキャノンすかせるとかある？あ、そうそう、多分ありますよ、セットアップコードがあるはずなんで。ある、はい、なんで読み合いに持ってきますね一応、うん、最初ローキック重ねる時でも遠目でちゃんとやればキャノンすかるんで。あ、そうなの？はいはい、すかりますよ、キャノンすかせるようにローキック重なるんで。じゃあ割とまだやる、なんとかな。ただ結構難しい、まあ、相当遠目にやらないといけないんで。ローガさんはむずいっすね。そんなこと言ってたらハクさん赤って、 次がヌルポガさんの S 剣。ヌルポガさんがね、なんかね、なんだっけ、 2P 側で昇竜が出ないっていう風に書いてあるのに、書いてあるんですけど、なんかヒデが取ったと。そう、ヌルポガさんとハクさんに何が使われてる。50円は入れなくていい、入れないですよね、入れない、参加費払ってますから。はい、100円、はい。さあということで、誰やこれ、ヌルポガさんが、さあまあ、いやギーさんじゃないの、ギーか、誕生日のねパラドックスってありますから。ギーと誰だったあの沼さん、あーし、し、しではない、いやいや、わかんないですよ。あのクラス30人いたら誕生日同じな人いる確率結構ありますからね。そうですね、はい。いや高校の時俺もあと2人だからね。そうですよ、うん、意外とそんな365日あるのに被るのっていう、こうなんか直感とは違うよっていう。さあ歩きに行ったが中足、50人ぐらいいたら被るんでしょ。被る、絶対被りますね。絶対ではないけどかなり高い確率で被るっていうね、うん、まあ数学の面白いところが、ね、あ、大パン、これは被るんですが、さあ波動拳、つらい、これつらい、もう終わってます、つらい、つらいですね、ほぼ終わりですね。垂直で避けて歩けと、垂直で歩いてちょっと歩くない、そう、背中でね避けないといけないんで厳しいですね。さあフーリガンがバケタがいけるか、吸って弱 P だよ、表から行く、 2P になったから昇竜出ないんじゃないの、飛び込んでみるのもあり、やってみてほしい実験。さあ 1P 側に回った、これは機械さんも見て、 1P 側に回った、ね、昇竜はカスあたり、飛びが刺さって中足が強い、 S 剣はヌルポガさん、普通になんか若い人みたいですね、若い人ですね、20前半ぐらい、はい、さあうわーっ、表、あ、そうなの、さあ試しに飛び込んでみてほしい、お、中パンで返して、ちょっと実験してみたいですよね、本当に出ないのって。さあ中パン強いですね、なんかね。さあ踏んじゃう、2P 側に回られ、あー死ぬ、受け身がない、なんか早かった、空間に大足強い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 、踏まないがほぼほぼきつい。さあ大波動ですね。さあキャミーの後はほぼ山本、ほぼ山本さんのチュンリー、さあ結構ね、デイトナーとかでもやってる組み合わせかもしれない。ヌルポガさんやってんのかな、どこ、ヌルポガさん別にデイトナーじゃないね、吸ってやべえ、どこなんだろう、やべえ、なんか横浜の方みたいな、あっとこれはイカれてしまう、イカれちゃいますね、なかなかレアな黄色、黄色は確か中キック、黄色は中キックですね、うわーちぇ、落としにくい、中キック落ちる、いやー S 剣の遠目の大キックでも落ちる、落ちる落ちる、だって大下には弱いから、なるほどね、上には、さあ、あーそうですね、 S 剣は元キックで落ちそう、確かに、でもね、わー、大足、空間に大足引っかかってしまった。これはしっかり取ってった。次はロードさんの S サガット。ああ。S サガチュンリーはね、あー、難しいんじゃないですか。そうですね。難しい。なんかでもちゃんと待つとやっぱ S サガもやることない的な噂はね。噂にとどまってます。だーやりに行った。やりに行った。さあ台詞が長い、長くて強い、4代目とかじゃないと分かんない、さあこれは分からない、ね、あ、強い、避ける、
一応 X サガットだとオトチュンさんは一番負けないキャラって言ってるんでそうなんだ。あ、上が杖投げられるね。もう別に全部弾よけて待っとけば、そうですね、完全に最もやることがないキャラ的な言い方を。当たらない、強い。あのローキック2段目キャンセル効くのがまあいいですね、本当に。あ、さあ、うん、攻めに行く、やばいですね。投げればいいんじゃない。なんだあれ。さあ刺さって死んだ。ちょっと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 気候戦列ではでもあれ、はアパカしたら相打ちになりそう。見てからジャンプできる。あ、そっか、できるか。タイガー、タイガー、さあリフレでジャンプする割に。さあこれは画面8、ちょっと辛い、ちょっと辛い。カーニバルどんだけうまく重ねてもジャンプされる。うわー、今のは間に合うところ怖い。さあ天章じゃなくてサマーがうまく、あー何その技、使えた。あれはナメプです。使えた。さあ背中蹴りが漏れて、さあでもあの挙動的には仕込みはバッチリ。あーっと投げかからスピバー、スピバー、そして出していって、これちょっと厳しくないですか。これだって30カウント待ってたら終わりじゃないですか。アッパーガット3回当てないと。きついですね。無理をするってことはこういう対応されるってことですね。そういうことです、はい。次中さんの、中さんのキャミー、今日チームリーダーのね中さん。中さんはどこなの？中さんは中野の人です。え？中野の中野勢ですね。はい。あの武蔵なんとか、なんかそっちの方に住んでる。小杉。ちょっとそうそう、なんか東京の西の方に。さあ。東京のなんか、ああ、そして重ねに行く強気。武蔵中山ってなかったっけ？なんだろう、なんかそっちの方、武蔵野市わかんないけど。武蔵野市はだいぶ向こうだけど。そうそう、わかんないけど、なんか東京の西の方でした確か。あ、突っ込んできた。でもいけない、体力がないから行くしかない。逃げられる、背中蹴りのクソ技、ちょっとずつ削られる。行け、さあ中足刺さって、なんかテンションから相打ち。なぜかゲント、キャノンが相打ち。まあキャノンね、出来は以外はね判定そんな強くないんでね。まあそうだけど、はい、さあ通って、ジャンプキックからフーリガンはね、あれマジで返せないよ、返しにくいですよね。さあスピバが暴発しまくっている。わかるわかる、後ろに溜めて歩くと出ちゃうんですよね。さあキャノンうまい、ジャンプしたくなるところ。うーっと中盤でいい、リフトアッパー飛んで歩いて投げる。フットファイブの浅井くんめっちゃ強いんだよ。まあ大キックからフーリガンもありましたんでね。うん、そう。さあ開幕は大事、キャノン当たらない。さあ大キック、結構ねチュンリーの対応力が試される。コパンで帰るんですよね。さあ吸ってめくりに行く、ちょっと深い、埋めに行く。これさっきも見た最強技、最強技です。大パンが強い、上に行ってそれは死ななかった。さあまだなんか正気はありそう。あーっと目の前で止まる、なんかスピンドライブもあるけど、まったり待つ。でもこれは投げで死んでしまうんですね。あー出していった。まあまあまあ、いろいろなことがあります。上、やばいやつ、やばいやつ、やばいやつです。はい、あーあーっていうやつです、ね。まあまあまあ、中キックガードさせてからのね背中蹴りもまあまあ嫌ですよね、はい。チャボーズさんのサガット、チャボーズさん、サガット、チャボット、チャボット、チャボットさんになったんですか。さあ S サガットは倒した、だったら X サガットもいけるだろう、そんな感じ。そうですね、行ってもらいたい、行ってもらいたい。さあ上、意外とねこのジャンプは唯一、あれ落とせないんだ。そう、唯一チュンリーに多分強いところじゃないかと思いますね。さあチャボスさんはもしかして 1P の方が得意マン。そうなの、そうなんだ、ジョージさん詳しい。チャボスさんは 1P の方が得意だったということで。あーパカがつからない。さあスピバのね折り際の無敵があったりなかったり、やばいやつ、それ死ぬ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 、危ない危ない、今死んでましたよ。危ない危ない、危なかったですよ。いやー危なかった。さあ大キック、投げる、強強強、もう半分ないですけど大丈夫ですかこのゲーム。さあ大パンが強い、
とにかく目の前で垂直してるとサガットがやることないっぽいんですよね。さあしっかり山本さんなんか踏みつけ使ってますよね。引っかかった。さあチャボース、チャボース、打っていった。さすがに当たらないが、これワンチャン投げで死ぬんじゃないですか。ワンチャンとか全然投げで死にそうな体力ですけどね。大丈夫ですか。いや死ぬ、死ぬ、それは大丈夫大丈夫。いやそしてこれはしっかり見ていた。あのね、あの踏みつけをねガイルにやってましたからね。さあガイルの方、ガイルのうねガイル、あのね踏みつけをね中野に来た小高さんに、瀬尾さんが画面端にいる小高に対して背中蹴りを出して、何もできないみたいな感じになってましたね。サマーがないと返せないっぽいですね。サマー当たんないように、サマー当たんないようにも出してて、なんかねずっと株主総会とか言ってましたね。よくわかんないですけど、なんかね TBS よりもっとやばいやつがね株主総会っていう CTO とか言ってね言ってましたね。はい、なんかよくわかんないですけどね。まあそう、完全に一方的に物が言えるという状況かな。そう株主っつってこれちょっと来てるなっつってって言ってましたね。そうですね、まあ、踏みつけ関連はそういうのを画面足行くと、はい、さあサーマー、サーマー飛んで大パンチは当たらないんですね。さあ画面足、これ超辛いっす、超辛い。うねがえるがむしゃらじゃないんですよ。ガイルサガットの鳥かごめちゃくちゃ辛い、とにかく辛い。あーっと、ピヨったけどこれは死なないんじゃない。優しさ、優しさ、優しさありました。最中中アッパーがあるから、さあこれはまあまあまあいいと思います。さあ飛んで、ガエル側が唯一攻めないといけないカードとか言ってましたけど、そうなの、小高さんはおっしゃってましたね。なるほど、唯一と前に飛ぶ理由があるカードだと言ってましたね。それ以外は飛ぶ必要はないと。スタート怪しい、長い、でも飛んでくるよあれ。さあサマーは引っかかってしまう、冷静になってほしい。サマーズうまいな。さあいいガエル戦をしている。何今これやってきて、死ぬ、エントリー何あれ、針の代わりになるか。そしてキック、もう破天荒さん、もう一人来るからそれと一緒でいいじゃん。さあ次ということで、姉さんの後破天荒龍座ってた。お見事なガイル戦でしたね。いいガイル戦、いいガイル戦だったと思います。ガイル戦上手いっすね。飛んだ時だけ打ってない。あー死ぬやつ、大丈夫。今ちょっと前に歩いてたんで。順番はどこですか。順番ここに書いてあります。飛び台パン上タイガーで死ぬんですけどね。さあ、怖い人が連絡が来てます。なんでさあ、どう、死なない。あれタイガー2位じゃないとダメだよ。いやあれね、タイガー2位でも届かない時あるんで、飛び台パンがいいんじゃないかっていう説がねありますね。ああ地上でね。そうです。さあ飛んでいる、これね、台、パンとか中キックとかもありますありますからね。リュウサガットはもうサガットがとにかく飛ぶと。そうとにかく飛ぶカードですね。まともにやってたら、そう、まともにやってたら勝てないんで、飛ばざるを得ないということですね。サガットは飛ぶ。そうか、真面目に打ち合ってもしょうがないか。そうか、真面目に打ち合って勝てる相手じゃないんで、サガットは飛びますね、普通に。近かったら飛んじゃえと、はい、それは言えてるな。さあ、いった。まあまあ、これもね、必要経費ですね。さあ開幕は中盤で相打ち、飛んでくる。結構ね飛びが長いんでね、下がったね。そう、竜のはさすがに見てから飛べなそうだけど、かなり長い。さあこれちょっと難しい距離で、さあ打って一歩側を取ったのでアパカとかが出る。さあ大キックタイク。さあとりあえずゲージを貯めて勝負。さあ当たらないんですね、大足うまい。さあ波動拳、さあいいタイガー打ってるぞ。さあ怪しい、遠いですね、チャボさん間合いが遠い。次 P さん、 P さんのキャミこれで両方まだ5人目同士ですね。チャボ強いね。
いや、チャボンさんは地道にずっとやってましたよね。そんなことないんじゃない。そう最近見なかったけど、ニュートンには割と来てんのかな。池袋でやってんのかな。やってなさそうですよね。ニュートンには来てちゃんと対空も出るし、立ち回りはちゃんとサガッとしてるなっていうイメージではいますよ。まあでも困るとやっぱりタイガーに稲荷に来るんでね。そう、まあそれはそこからが腕の見せ所なところなんで。しかしこれ砲台ちゃんとできてますよ。トネシケあまりいいとこなく S サガーキャミーみたいなシーンがどうしましたが、さあ暗いキャノン、どうだろうな。お、やっぱ 1P が好きなのかな。この X やってる人はね、キャノンスパイクをキャノンって言うんですけど、4とか5の人にキャノンって言うと別の技だと思われちゃうんですよ。うわー、ヒットー。あれ、もう死んだの。もう死んだ。もう俺、もうおじちゃん。さあ、喋りたがりおじさんが座ります。さあ、まあね、キャラ差あるからね。キャラ差ありますよ。あるでしょ、これは割とどこでも鳥かごな組み合わせ。全然やってないから俺は今すげえ下手くそだと言ってたんですけど、長州さん。そうなのかな。うん、言ってましたよ、全然ダメって。いや、なんか 2ばっかりやじゃないや、5もどれくらいやってんのかもよくわかんないよね。あ、でも、あの5のなんか何ポイントランキングレースみたいなのもう終わったんじゃないんですか。終わったじゃなくて、達成者が いちゃったからダメってこと。あ、今危なくない。勝利渡らない。勝利打ってみる。何それ、ショーパン波動って割り込めんじゃない。いいのかな。さあ、なんかお互いもうあと一発で死ぬ。ダメだった。打っていきましたね。まあこれもサガット有利ですからね。うん、かなりかなりきついですよ、剣は。かなりきついよ、はい、もう本当にやることないって感じ。だって足バレ波動結構重要でしょこれ。そうですね。どういうこと。あ、昇流から何もしない。何にも届かないのに足バレ波動するの面倒くさい。カス当たり、うわ、何それ。何 2P だから飛んでやろうみたいな。何ですかね。投げ返す、先ほども指摘していた困るとやるっていうのを待ってた感じ。ああ、なるほど、はい、そういうやり方をしていくのか。カス当たりの勝利を出そうとして出なかった。やばいやつ。長州さん、昇竜だけは出ないからな。昇竜がさあ中盤振るけど収まった後にタイガーが出てきた。あれ、そういえばしゃがみガード入ると出ないっていうのはもう確定してんだっけ、昇竜が。うん、そう、いや、そうでもないんじゃない。なんかそういう説なかった。あ、そうなんですか。あ、うまい、差し返した。台足見てから差し返した。あ、危なくないこれ。大丈夫。いやー、わかんないですねこれ。わかんなくなってきた。ヒリヒリする展開。いやー、もうきついっすよ。スパコンがねー、サガットにあるのが。あー、中盤うまい。あー、カスカスカス。あー、カス。待っちゃった。待っちゃったか。次。ブンチンさん。やってしまいましたな。いや、チャボーズさん、これ4連勝ぐらいしてる？さあ。山本さんから。まあ、フェイロンサガットはね。5連勝中です。そうですね。さあ、終わってる感じ。終わってる感じになってきました。いや、これ、橋行くと結構わかんないでしょ。いやー、あ、意外と弱気。ガンガン行かない。さあ、やりに行った。あ、みんながやりたいやつ。ちょっと多分中キックが遅かったな。これレック出してるだけちゃう説ある。投げる受け身はなくてもまあいいでしょう。遠くに行かしてくれてありがとうみたいな感じの投げ。そう、ね、はい、さあ開幕きつい。さあ、ダイヤシー。いや、でもこれで画面取られてますからね。押し返していきたいですよ。うまい大パン。まあ、どっかでレックこういうのが取っちゃえばいいんですけど。うわ、いて、何それ投げが通って、どっち支援、支援ガード我慢。大パンツ、どうすんの。裏に行った。あそこも狙う。さあ次、小江戸さんですね。小江戸さんのベガ、はい、小江戸さんですね。小江戸さんこれ本当に小江戸って読むんですかね、今更。こういう読み的には、そうそう、こういうものがあるんですかね、本当に。
さあこれねベガフェイロンも結構ね面倒くさいという噂の出るよ小江戸さんで出るんですね。なるほどね。さあ行った。しかしやられている。さあ一回まとわりつかれると面倒くさい。さあつながらない。逃がしてしまった。ダイパンで対空してとりあえずアッパーレッグレッグ投げてコパンで落とす。大キックがうまい。これはバックジャンプしちゃうと落とす技ないですね。ショーパンだとどうかな。いやー落とす技なさそうですよ。うわ大キックねじ込んできた。さあ引っかかる。裏表下がる。ダイパンで対空からねっとりねっとり。あこれ返せないやつやん。使っていく。さあこれハメですか。あらこれはなんかいいですね。いいんですか。まあああなっちゃう前にね。そうなんですよ。どうにかしたいですよねベガはね。さあ大キックやってきますね。引っかかる。結構上のね上からかぶさる技が強いんでベガも面倒くさいとは思います。丁寧に丁寧にアウトヒットアンドアウェイやっていきたい。レックの出際に大キック当てたりするとなんか気持ちいいですね。うわー出してきた。ゲージが溜まっているので文鎮さんもいけないと思ってらいけた。これはかくらない。投げに行くと見せかけて下段。さあ引っかかってしまう。うわー痛え。これめんどくさいやつが逃げる。めくりはガードから出ない。大パンいい試合。あー握手会が強い。コパンからかぶさってフェイロン。次東根さん。東根さんさあ来ましたジャパン。来ましたよジャパン。東根さん応援コメントいただいてますからね。はい約1名の応援コメント、はい、頑張ってくださいね。ありがとうございます。ちなみにプレミアム会員ではございません、はい。さあいった。まあこれめんどくさい。さあ飛んでいきましたよ。フェイロン戦に前飛びは許されるんですか。もう逆にみんな出ないから。なんか食らってますけど。食らってる。地上で食らってる。そあしん抜けてない。しゃがんでる。あしゃがんでます。あとレバー今レバー離してたでしょ。ちょっと右上の拳がありましたね。レバー離してたでしょ。離してましたね。いやー東郷さん来たよみんなの。はいとりあえず4000点今入ってます。あー大キックうまいですね。あの対空はいいと思います。やっぱり飛んできたよ。さあ画面8に追い詰めた。投げ受け身は取ってて大パン。さあここまで取ればもう分かんなくなってきた。食らってなんかあー今ねあの今は線列をパパパパって入れてたら線列じゃなくて百列が出ちゃったってやつですね。あれでも線列出しても巻き込まれるいやまあそうなんですけど。はいバイパーさん。バイパーさんまあ今の百列を解説するとそうです。そういうことですね、はい、めっちゃガチャガチャ言って、はい、ガチャガチャしに来たっていうことで、ね、まあまあまあしょうがないですよ。もうガチャガチャ、はいガチャガチャするしかねもうないですよ手のひら返すのやめてくれます。いやいやこれプレミアムの方なんで。あまあ、まあ、ちょっとね。あっさいった。優しい、まあはい、優しいコメント。東根さん惜しかった。惜しかった。いいですね、はい、優しさが出てますね、はい、あとフェイロンホークも相当ホークのストレスがたまる試合とやばいよ、ね、なっております。なぜやばいけどやっぱ取りには行きづらいんじゃないですか。うまい。バイパーさんの守りがうまい。なかなか攻めに行けない。うまいですね。バックジャンプショーパンチどうすんのあれ。ガード歩いて支援とかなんじゃない。いやーうまいうまい。待ってますね。お見事。一応上りでショーパンしてたらあ最後まで続くのか。難しい。そう結構持続長いですよあれ。しゃがみバイパーの先端でいければいいけどね。さあ引っ掛けた。こうなればもうやる必要ないですよ何も。はいこういうことです。はいあとはさっきの逆の。さあ大キックうまい。先ほどと逆のことが行われると大キック何あれにも勝てる。いい角度してますね。あれパンチでも勝てるのかな。ね後ろ大キックでねあれ。まあ玉なし同士って結構ねリードが大事ですから。はいさあこれは高めで危ない危ない危ない。レッグダイパン。まあまあまあ結構大キックの引っ込み早いから便利ですね。意外と振りはそうです ね早い。なんか普通の対空しようとして。あらー繋がってない。あーっとしっかり支援で待っている。中途半端なことをした。
大丈夫。ホークは苦手キャラだらけです。あーっと繋がってしまう。まあしょうがないですね。はい、中島さんの中島、いや違う、はい、違う友田さんのベガですよ。友田さんのベガ、はい、さあ残りは、友田さんとヒデさんだけになってしまった。でこの中から、もう一人なんか出れるとプラスアルファで誰かがチーム内から、最後出れると。最後でもないのかな、出れると。これはでもやっぱり東根さんしかいないんじゃない言いたいだけちゃう。一番応援の声が。さあまあ一説によると結構ねこれねやっぱ触られると面倒くささが半端ないんで。いやーこれベガ何を信じて生きていくんだろうね。何を信じていいかわからないですね。もうわかんなくなってきた。スタートとにかく面倒くさい。いやー投げ返してもとりあえずは逃れたが、ここから、まあ、フェイロも捕まえ方があるかっていうとないような気は。まあ結構触りに行く噂でも多いですからね。うん、あるけどノーリスク触りみたいな。なんか寄んないとダメじゃん。寄んないとダメですね。さあこれは危ない。支援食らって、あれはナイトメアで抜けない。ナイトメアで抜けてもまあみたいな。抜けないんかな、うん、押されちゃう存在判定で。うん、抜けないと思う。抜けない。さああのね、以前友田さんと赤村さんと組んだチームで文鎮さんにボコられましたからね我々この間。はい、いやなんかそうなんか1ヶ月前か2ヶ月前ぐらいのやつボコられましたからね。あーっとこれはリバサー、ゲージ溜まればこれができるから。できるんですけどね、ゲージ溜めるのがちょっとね大変ですよね。溜めるとこないんですよね。ジャンプがとにかくフェイロンのジャンプが低い、ジャンプが低い。このキャラなんなん。さあユチ美味しくはないか。止まる、あれで止まる。バックジャンプ大キックがコパンに負けますけど。さあ触られている、投げられて、いやー、あーっと、ほら、こら、こら、ほらやると思った。支援当たんないのベガ。支援当たるでしょ。大パン。大将デヒーさんです。大パン支援でいいでしょ。大パン支援でいいんじゃない。さあ、大丈夫ですか。今ニーヤさんも来てるんでニーヤさんをかぶせることもできますよ。新大将ニーヤさんでもいいですよ。さあ、ということで、あーまだ今日の、ま、ニーヤさん来てない。今日のこの後ね、なんかやばい人も来るみたいなんで、来たら出てもらいましょうか。そうですね。間に合えば。間に合えばね。さあ、これもう、あーっと、大丈夫。入れ替わりました。入れ替わったか、はい。これはもうだいぶ下がれますね。だいぶもういけます、これは。投げに行く。お、ジャパン。わかんなくなってきた。裏に行って、これはしっかり中キックキャラキャンができてる。できてますよ。カラキャンしてます。さあしっかり、おっと、すげえ、いいところに当たった。確認もできている。めんどくさい。さあさっきも見た、あれはめんどくさいな。はい、やっと触る。画面端つらいですね。つらいけどヒデさん我慢してる、我慢してる、してます、してます。ああ、うまく逃げました。さあここからどう取り返すか。投げる、受け身がない。まあ戦列もあるし。さあどうする、どうする。コパンで陰縫いしたけど、したけど、それから繋ぎたいね。したけどね、繋ぎたいね。いい陰縫いでしたけどね。さあどうする、ガムリオミ衝撃球とか。キック大パンチ、悪くはなかったけどヒデさんが上にいた。はい、中島ということで、中島さんのガエル、このために中島さんをここに置いておいた。そうなの。そうだったの。そうです、そうだったんだ。そうです、今聞いたわ。ヒデさっきもなんかヒデさんが結構いい感じにやられてたんで期待しましょう。さあいいですね、スタブオフナー。そういえばオフナーが来るらしい、フォックスに。エントリーだけはされている。はい、9年ぶりの、はい、8年ぶりの。どうなってるんですかね。でもベガなんだよね。来てくれるんですかね本当に。いや、さあこれは俺は来てほしくないですよ。来てほしくない、なんで。来ない方が面白いもんね。さあうまい、そう、あれしっかりトルネイディ
トルネイディね、忘れちゃった。チュンリー戦では大活躍のトルネイディ。さあ、しっかりガードしている。うまい登り。これはソニックで相手をコントロールしている、はい、たまに前にとか言ってたらたまった。何このキャラ、何もしない。ヒデ何かを狙っている。うーふーふー、何何に、はい、パナして、パナして、さあサマーはパナしてくれない。サマー警戒の下がりだったんですが、中島さんが何もしない。追い込まれたヒデ。サマーで当たるの、あれ分かんない、当たんのかな。ソバットサマーだったら当たる、そういうこと。サマーっぽかったけど ね、ジャグだと当たんのかな。さあ食らって、 TBS、 これは TBS ですね。今何に出したんだろう、通常 TBS。 さあこっからヒデさんは体力リードをすると心が落ち着く。素数を数えるんだその割に飛んできたけどねいや結構強い飛びでしょあれ実際。さあサマーはガード出ないけど、まあ、まあ、ジャパン炸裂。でも今なんか当たんなかったっぽくない、出しても当たる距離的に。さあ投げられて暴れない。さあチューチューどっかで当たる、いつかは当たる。さあそしてさあ開幕は気候、勇気の気候。 KOF のジャパンはなんだっけ、ガードクラッシュじゃなくてガーキャンを日本人がこすりまくるから、それをすからせるっていうテクニック、吹っ飛ばしを空振らせるっていうテクニックが。ガーキャンって空振らせられるんだ。違う、あれガードしてたら、あーっと食らう、あ入っちゃう、入っちゃう、ガード見てからポンって C と D 同時なんで。なるほどね。ガードしてないのに押したら CD が出ちゃうから。あ出ちゃうのね。であれ出るの遅いんですよ。ヴァンパイアセイバーのあのアドバンシングをやるのと一緒だね。そうそう、ガってみんな擦るから、そうそう、ガードしてないとコパンが出ちゃうみたいなやつ。そうそうそう。さあこんなこと言ってたら俺じゃん。中島さん対ヒデさんを考えたこの中島さんがやられてしまった。悲しい。クレジットはどこでやればいいんでしょうか先生。ピンク、ピンクという話です。ピンクです、ピンク。そこじゃないです。そっちのピンク、そうそう、そっちのピンク。はい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 。さあヒデさんには勝率が悪いと言っていたユーゼル先生ですが、どうしましょうね。さあしかしさあ飛んだーっと刺さってめくりに行くが、スピバで逃げる。とりあえずゲージを貯めに行く。さあこれはいいペース、いい飛びだ。投げにはいかない。さあ守る守る、何もしてくんないですね。これは冷たい。ユーズルどこで道をこじ開けるか。変に戦列も狙いに来てくれないですね。さあ刺さって表から投げる。これは裏に行くのでしっかりとくぐって投げる。さあ何かをしようとした。今のくぐり投げにされそうなところをしっかりバックジャンプで回避、上手でしたね。さあ飛びが刺さる。さあここででも焦らないのが大事。チュンリー側焦ってしまってる。投げが通る、刻んで安全。しっかり画面端継続相打ちから、さあこれは危ない。飛びが、さあしっかりチュンリーサマーで切り返して投げ返す。これは釣ったー、釣れたー、釣れたー、下大パンで釣れたー。ということでなんか全員やられちゃったんですが、ヒデさんが考えたルールでなんともう一人出れるということなので、ゆずるさん待っててね。さあどうする、これ誰が出るんだ。ゆずる先生相手に誰が出るんだ。ゆずる先生は闘魂さんに出てほしいと言っていた出てほしいと言っていた。どうする、なかなか難しいですね。やっぱり DJ っていうキャラはこういう時に便利、便利ですね。誰も DJ には入りたくないですからね。俺 DJ いけるよっていう人あんまりいないと思うんですよ。 DJ に自信がある人はそうそういない。どうする、行くのか。
皆さん闘魂さんになりました。はい、お、すごいですねこれ。あのアメリカからの情報でアメリカ出ますよ。すごいすごいですよ。さあ闘魂さん来た。みんなの期待に応えて、ヒデさんでした。座ってキャラ選択までしてヒデさんに変わった。なんだそれ。さあリベンジ、泣きの1回はヒデさんでした。さあ大事な一戦、さあスライディングが刺さる。表から行く、丁寧に行くヒデさん。大キック当たらない。画面端、意外とこれは強いのでは。これはモロッコでした。はい確かに。さあヒデさんが落ち着いている。これはコパンで落として素晴らしい対応しきった。もうそうそうやらせないんだと。さあ寄せて大キックのエチは美味しい。安全に立ち回っているヒデチェンリー。ユーズル先生も投げは受け身は取ってはいるが、辛い。これは辛いですね。ちょっとチャンスが見えない。見えた、はい、下段が開いた。めくりが当たる。投げる、ちょっとカクカクしていい感じのリズムを刻んだ。さあこれはやられるのかヒデさんは。さあしっかり DJ もジャンプが低い。なあ上から強引に攻める。中盤で相打ち、帰らない。とにかくつらい。さあユーズルイケイケ、これはイケイケモードです。飛んで見てから飛んでいる。これは釣れた、またしても釣れた。下大パンに人はなぜ。下大パン、さあカス当たりは美味しい。背中蹴りは食らう。背中蹴りはガードから投げる、減る。2回食らってしまった背中蹴り。今結構深かったから返しづらかったですね。シャルさん、今のガーフなんで。ガーフ、うん、ガーフだからガードするには一回レバー離してニュートラからガードしないとガードできないんですよ。だからためがなくなるから、ためを捨てて投げ抜けすればよかったっていうやつ。そういうことで対象というか、え、いやしゃがみガードだよ。しゃがみガードもあるでしょ。さあ泣きの一回対象。8はいやアップからキャッカーになるけど。さあ本田戦だ。なるどっち入れてもあれできないから。これは厳しい。さあヒデが冷たい。いやー100恋はめくりに行く必要はなかったんじゃないの。ないです。上なんか出してみる。これちょっと勝機が出てきましたよ。我々、まあ、タンパが止められる。やばいですねこれは。コーパーンしっかり。我々っていう何、トネチームの話。チームの話です。そうかな。さあこれはゆずる先生、これどうするんですか。最後の泣きの1回出すとしたら、最後はチャルさんとじゃんけんします。チャルさんとじゃんけんする、はい、勝った方がいくね。勝った方がいきます。ポジティブにいきましょう。さあしっかりテンション。いや、トネガー君、ヒデチームだから。違うでしょ。え、俺らだっけ。悲しいなあ。さあ、完全に抑え込む。完全に抑え込んでいる。これは何かヒデさんがミスってくれないと厳しいですね。ミスってくれ。じゃあ、投げる。あら、さあ長州さんは文鎮が行けと言っている。年の功に従うべきか。さあ長州は文鎮惜しい。ゆずる先生はじゃあじゃんけんしよう。じゃんけんで決めると。3人でやだって。じゃあ文鎮さんと勝った方ね。はい、じゃあ行ってこい。はい、文鎮さん行きます。行ってこい。期待されてるぞ、期待。さあ、大将はじゃんけんで。さあ、ちゃんとじゃんけんで決まりましたね。大丈夫、闘魂さんは倒したから。そうっすね。
まあヒデさんはじゃんけんで十分ですよ。ということで泣きの1回対泣きの1回になりましたね。さあ画面端には到達した。上から行くゲンキックで暴れている。つながらないのか。まあ受け身はない。これは暴れていないぞヒデ。冷静か。痛い痛い。当たんねー。死ぬ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 。投げでよかったんちゃうか。劣化いいな。劣化思い切りがいいですね。あー、死ぬ死ぬやつか。これ上から行った。なんかテンションが潰れる。いい技ですね。大パンと相打ち。劣化で丁寧に攻めていくが大キック。暴れない。遅らせ中中から下がって。さあまあちょっと中央で中央での戦いになっている。巻き込まれた。さっきはできなかった。さあここからタイパンうまいぞ。これはねもう歩いて近づいた方がいいんちゃうか。垂直で避ける。うまい。さあ気候から気候体育あれができるとフェイロン戦全然違いますね。やばいですね、はい。さあゲージも溜まってしまった。これちょっと攻めづらくなっちゃいましたね。まあ何かがあれば何かがあると思います。これはいい。あーガードしてしまった。はい、ガードしてしまった。あのデックをガードしてしまった。さすが文鎮先生。文鎮ありがとう。というわけで、勝ったのはワンピーチーム。やりましたね。ありがとうございました。いやーよかったですね我々の勝利。はい、あれ我慢なんだよ。はい、じゃあワンピーチームの皆さん、はい、写真撮りましょうね。悔しい。勝ったから責任取るって。十人結構いるね。だいぶ寄ってもらわないと。そう。っていうかまずそもそも全員いる？まず。入ってもわかんないんじゃない？あ確かに俺も入ろっかな。はい、じゃあ本日のランバトは終了いたしました。お疲れ様です。なんだかんだ写真撮影に混ざる日で。いやあ最後戦列もうあれカス待たれてたね。っていうかね、まずそもそも冷静に考えたら衰弱してるフェイロンに戦列当てればよかったのに、何を冷静になってるんだ俺っていう。ほんとね、だからフェイロン戦に定評のある日でって言われるんだわ、いろんな意味で。確かにゲージない方が強いからね。僕？あ、確かに。セレスって死んじゃうことがあるから。あ、確かに。確かに。うん、手堅くやってんのにさ。え、セレスはまた瞬間に動きが変わる。そうなんですよ。打ちたい打ちたい打ちたいってなっちゃうんですよ、本当に。フェイロン、鬼門になってるね。ハゲフェイロンにも負けたしね。やめて、やめて。黒歴史を掘り返さないで。ブラックヒストリー。ハゲフェイロン勝率 100% なんですよ。あのさ、1-0で 100% 言うのやめてもらえません？勝率 100% ちょっとそれ心がブタブタに折れるんで。電車待って逆に自分の動きが高速あされますね、逆に。いやしばらくエスチュンリーやった方がいいんじゃないの。いやエスチュンリー無理っす。あのねチュンリーの方がねやっぱしっくりくるんですよ、扱ってて。でね今特にねリュウチュンリーに超オネスで、まあ、前々からそうなんですけど、あれ神カードですわ。隣だけ取って次磨いた方が早い。
くじゃなくて8人がいて、これ絶対ペコさんだろ、これ配信見てるの、この10101114って、これね、あの入れていいよっていう風に、あの114514がいいよ来いよみたいな感じの、そういう、あ、来週はバーサスですかね、いやあるのかな、え、来週バーサスある、来週バーサスあるんですけど、まあ来週はまあクリスマス期間なんで、まああの彼女を大事にするか一つを大事にするかっていうちょっとね微妙なタクが発生するんで、あ、23というね結構、お、なんだこれ、2分前お湯出す、お塩置き、お湯出す、で来次の大山はもう来年に、30日のフォックスがあって、で31日に長田正月明けましておめでとう、うん、はい、まあだから誕生日おめでとう、30、31とちょっと X が続いて、ね、あ、1月の6日に一応定例のランバと、うん、を予定してます、はい、うん、あそこ近敵ですか、あー矢口割り、では皆さん良いお年を、あーあれね返せない、あーでも返せるかな今の今のフォークの前ジャンプ、テンションで切れる位置なんで早いけど、あ今のはジャンプ台系やりたかった、これは確定ゲン、あーなるほど俺はゲンやっちゃう、あそこ、あーずるいやつ、あーやばいやつ、あー N コパからでよかった、あー電話やばい、エンチューパーやばいよ、やばー、いかフリーズバードキック、
Round one, fight!
Get
Brazil! Round
Thank you.
Round 2, fight!
Yoga higher!